あ、ここや。大阪屋マーケット。美味しそうやな。オッケー、今からのスケジュール決まりました。今から平等院行って、ね、それ出てスイーツ食べてどっかで、神社とか巡って帰ります。平等院左か。世界遺産平等院こっち。あ、これも俺食べたことある。宇治抹茶たこ焼き、宇治抹茶餃子、宇治名物抹茶ラーメン。めっちゃ種類ありますやん。スープというか麺が抹茶やねんな。冷たいグリーンティー、グリーンティーじゃなくてグリーンティー。平等院到着。お店閉まってんねんな。こことかソフトクリーム置いてた気すんねんけど。あ、この横か。引き立て抹茶をたっぷりトッピング。スタバもあるやん。スターバックス。スタバやから全国共通で味一緒なんやろうけど、ここのより美味しく感じそう。いくらなんやろ。大人600円。チケットゲット。おお、すげえ。この中に入るのは別料金いるんや。すげえ迫力。正面来た。むずいなこれ。ピントが合わへん。こっからの平等院もいいですね。なんか もうちょいカーンって火が照ってくれてたら気持ちいいけど。ここから撮影禁止やって。出てきました今。なんかいろんなありがたいものがいっぱいありました。撮影は禁止やったんで、で気になる方は直接足運んでください。平等院ぐるっと見て回りました。所要時間は30分から1時間もかからへんかな。それぐらいだと思います。すっごい暑いからスタバも引かれるけど、なんかスタバ行ってもちょっと面白くないよな。今時間3時。どうしよう。ちょっとしんどいけど、まだ休憩挟まずに宇治神神社向かいます。平等院から約1キロ。そうでっか。来た道を戻って宇治橋を渡る感じです。手打ちのそば絶対美味しいやん。うわー、食べてみたい。なんかバーって歩いてるだけでもストレス発散というか気が紛れる。紫式部。
この宇治橋ぐーって渡ってこいこいこいって行ったら宇治神神社。宇治橋宇治橋渡りました。通園ここがさわらびの道っていうんやって。あかん、息切れてきた。ちょっとすいません。俺なんでスイーツ食べへんかったかって言ったら、あの後のお楽しみにしときたいっていうのもあってんけど、4時半とかに閉まんねんな。でそれ知らずに前来て閉まってたことがあったから、それがトラウマで、そのとりあえず早く済ましとこうと思って。見えてまいりました、宇治神神社。これ嵐山で人力車乗ったことあんねんけど、その同じ会社がこの前まで宇治で人力車引いてはってん。もう最近なくなって、そうで前会った時はこの鳥居のところが人力車の走るコースやってん。だからここも人力車来てはってん。宇治川の宇治橋のところにいつも人力車が、あのお兄ちゃんが待ってはって、どうですかって声かけてはってんけど、今日その姿ももちろんなく、またなんかどっかのタイミングで復活してほしいですね。その時動画で乗りたい。ほら、ウサギいっぱいいる。かわいい。本殿はぐるっと回ったんか。こっちか。これや。光源氏。やあかさここへはしゃごよパラダイス。ミュージアムこれや。ここですね。スイーツ行きましょう。スイーツ抹茶をくれ、俺に抹茶を。駅周辺行ったらなんかあるやろ、いろいろ店。もう抹茶スイーツとかどこよりも一番これが飲みたい今。チェリオ。あのぶっちゃけたら今2連続撮影交渉失敗してね。なかなか辛い。もう次で決めたい。なんとか。JR 宇治駅のすぐそばにある伊藤久右衛門、ここに託す。交渉行ってきます。マジか。どこもそうなん。 OK でした。ありがとうございます。この売り場の奥がカフェ。
すごいメニュー高級感ある。人生にお茶の時間を。抹茶そば、抹茶カレーうどん、へえ、抹茶そば。いや、やばこれ、特選欲張り抹茶パフェ欲張ってんね。特選伊藤久右衛門パフェ、これぐらいでいいかな。俺、1軒2軒断られてからの3軒目やん、ここ。正直感謝乗っかってよりうまく感じると思う。じゃじゃーん、届きました。最高。あ、これすごいうまそうに見える、庭をバックにして。生クリームか、アイスと思ってた。うわ、すぐこぼれそう。白玉ちゃん、うん、めっちゃみずみずしい。早くアイスにたどり着きたい。あ、うまっ。抹茶アイスめっちゃ美味しい。うん、抹茶濃い濃い。どう攻めていこうかな。白玉はね、いつものことやけど、ちょっと放置して育てときます。今店内 BGM キロロの長い間が流れてんねん、オルゴールで。いつまでこの曲ええねん。ここうまい、この白いところ。ありがとうございました。宇治駅帰ってきました。ノープランで巡る宇治の旅、これにて終了でございます。お疲れ様です。今さ、電車待ってる人らも結構いるから、壺の裏で隠れてんのめちゃめちゃ恥ずかしいねんけど、ちょっともう出ていい？すいません。はい、まさかのこっちでした。オープニングも壺の裏いたから、今も壺の裏いると思ったでしょ。実はカメラの後ろにいました。今日俺が巡ったコース 3,4 時間あれば十分やと思う。視聴者の方からここ美味しいでとか教えてもらったとこもいっぱいあんねんけど、今日1日で巡りきれなかったんで、また宇治来ます。ほな帰ります。バイバーイ。